そして私はいろいろ今日の木物に出るときにすごい思いを話そうと思ったら、ジンギさんが先に全部言っちゃってもう言うことなくなっちゃったとにかく今日みんな来てくれてありがとういや、みんなね、マスクもしっかり予防してくれて、でマスクしてない人もきっと、手洗いうがいちゃんとしてくれたりとか、自分なりにね、いろいろ対策をしてくれてると思います。今日アルコール消毒とか、うちも持ってきてるので、後で、ぜひね、よかったら協力してください。よろしくお願いします。結構ね、こう不安だったり、いろんな情報が流れとったり、あとイベントが中止になったりとかで、私とか特に知り合いとか、その仲良くしてる人がイベントに出る側の人だったり、ずっとイベントのために努力して準備してっていう人たちをすごい知ってるから、なんかみんなのその楽しみだった気持ちと、こっちもやりたかったっていう気持ちをね、どっちも分かって、今すごい複雑だし悔しい気持ちなんだけど、今日木物がこうやって開けて、みんなの顔も見れて、楽しい時間が過ごせることをまずはちょっとありがたく幸せに感じて、一生懸命今日も歌おうと思います。1曲目は Only You For Me というもうノリノリの曲なので、今ちょっと寒いっていう人は一緒に拳を回して盛り上がっていきましょう。それではミュージックスタート。さあ、どんどん上がってくれよ、また太陽がついてきてね。Oh,
100年色あせないそのフィーリング行くでしょ女の強さって言っても紹介していただきました今日は福岡から来ました新ガーソングダンサーという方向きで活動しています真央と言いますよろしくお願いします今日はアーティストがたっぷりゲストさんがいて見応えたっぷりの木物ライブになってるんですけれども次はですね団員さんと一緒にコラボさせていただきますお願いしますですね、さっきの曲とはちょっとガラッと雰囲気を変えて、はい、次は 初めて2人で歌う曲をやりたいと思います。花水月という曲です。聴いてください。
それではまたまたガラッと雰囲気を変えて次はかっこよくセクシーにいきたいと思います。花束。
You're gonna.